川では史上初めての開催となりました男女ダブル優勝戦。2003年1月に横西かなえが優勝して以来、ここ江戸川では女子レーサーの優勝記録がありませんが、今回111ヶ月ぶりに女子の優勝レーサーが誕生します。水面上はシリーズラストラン女子の優勝戦12レースが始まっています。対戦メンバー1号艇岡山福島陽子、2号艇愛知谷川理恵、3号艇岡山佐藤幸子、4号艇三重柿内清美、5号艇埼玉野辺香織、6号艇香川柳沢千春、以上6選手の対戦。1コース向かっていこうという福島陽子です。今シリーズは節間4勝をマーク、逆転で絶好枠を勝ち取りました。2コースが谷川理恵、 F2 という大きな荷物を背負っての参戦となりました。3コース佐藤幸子です。近況は A2 級キープをかけた戦いが続いています。4コース角が柿内清美、およそ5年ぶりの統治参戦も4連勝をマークするなど底力を見せつけました。5コースが野辺香織です。予選最終日は激闘を制して、およそ9年ぶり4度目の優勝を果たしています。最近はレースが楽しいと話していた野辺が5コース、最アウト6コース、およそ10年優勝から遠ざかっている柳沢千春です。枠番通りの進入で12レース女子の優勝戦スタート3秒前、スタートを切りました。かなりバランスいたスタートとなりました。1マークへと向かっていきます。まずはインから1号艇の福島陽子が先制ターンを打っていく。内側ついては2号艇谷川、間割ってくる3号艇佐藤、握って6号艇の柳沢でありますが、バックステッチへとありまして、ここは差し込んだ2号艇谷川、谷川がわずかにリードか、外粘るのは1号艇福島、この両者のトップ争いになっていきます。内枠対トップ争い、インコースは2号艇の谷川、アウトコース1号艇の福島、3番手は6号艇柳沢一歩リード。スタートは正常1周マーク、先に回る2号艇の谷川、外握っていくのが1号艇の福島でありますが、受け止めた谷川、谷川リーが抜き出した、抜け出しては2号艇谷川リーであります。外を果敢に攻めた1号艇の福島でありますが、現在2つの構想、3番手は変わらず6号艇柳沢、前の3人は2番、1番、そして6番の並びとなっています。レースは2周1マークと旋回、先頭は2号艇谷川、1号艇福島が2番手、そして3番手から6号艇の柳沢でバックストレッチへと抜けていきます。先頭リードを作っていく2号艇の谷川理恵、なんとか食い下がりたい1号艇福島でありますが、現在4艇審査の2番手、3番手は水が入って6号艇柳沢となっています。レースはこれより1周2マークの攻防です。先頭2号艇谷川、谷川先頭で1周2マークを取ってクリア、1号艇の福島2番手、そして3番手6号艇の柳沢でホーム直線構成と入っていきます。前の3人は2番、1番、そして6番の編成でレースは最終周回に入っています。後方は4番の柿内、5番の辺、最後尾は3番佐藤で最終1マークの旋回です。先頭2号艇谷川、最終1マークを取ってクリア、1号艇福島2番手、そして3番手6号艇の柳沢で最後のバックストレッチ、先頭は谷川理恵であります。 F2 持ちというハンデを乗り越えての優勝となりそうです。去年の10月以来、通算では35回目、そして当時江戸川は1994年10月以来2回目の優勝となります。その谷川先頭で最後の直線コースに入りました。福島2番手、3番手は柳沢で最後の直線コース、前の3人は2番、1番、6番で間もなくゴール、先頭2番谷川優勝の五輪、1番福島五輪、6番柳沢五輪、後ろは4番5番の接戦五輪、ラストは3番佐藤五輪。以上12レース女子の優勝戦でした。ボートレース江戸川外向け発売所オープン記念男女ダブル優勝戦、女子の優勝戦は谷川理恵選手が制しました。